税込み990円でこのクオリティはやばいです。今日はラダイトのボートペンケースをご紹介していこうと思います。新学期で何か新しい筆箱が欲しいだったり、1000円未満でおしゃれな筆箱が欲しいという方に刺さる商品だと思うので、いいところ悪いところも踏まえて正直な感想をレビューしていこうと思います。なので皆さんの筆箱選びの参考になれば嬉しいです。今回の動画の流れなんですけれども、まず最初にラダイトとはどんなブランドなのかご説明していきます。でそれからボートペンケースのデザインを見ていきます。それから何本入るのかといった機能を見ていって、最後にいい点と気になった点をご紹介していきます。今回紹介するボートペンケースを購入できる Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきますので、もし動画を見終えて欲しいなと思った方はそちらからチェックしてみてください。まずラダイトとはどんなブランドなのかというのをご説明していきます。皆さんユナイテッドビーズっていう会社ご存知でしょうか？ユナイテッドビーズは2003年に設立した会社で、昔から文房具が好きな方なら結構知ってる方は多いんじゃないかなと思います。自分もこちらのバトンペンケースを2本持っているんですけれども、そんなユナイテッドビーズは2018年に倒産してしまいました。でその当時の社員が株式会社ラダイトを設立しました。ラダイトのものづくりは人の手によるものを重視して、で新しい技術に左右されない商品づくりというのをコンセプトにしております。会社が広島県にあって、でその隣の岡山県で有名な岡山デニムだったり倉敷帆布などを使ったペンケースやバッグなどを販売しています。そんなラダイトが展開する筆箱の中で最もお手頃なのがこちらのボートペンケースです。本当にシンプルなんですけれども、かなり個性的で使い勝手も最高なので詳しく見ていきましょう。この筆箱を一番最初にお店で見つけたんですけれども、めっちゃおしゃれじゃんっていうのが第一印象です。でそこから値札を見てみると、めっちゃ安いじゃんと思いましたね。このペンケースの素材は岡山のジャガードデニムというのを使用しています。パッチワークといっていろんな種類の柄が組み合わさった本当におしゃれな生地ですよね。もし学校で使ってる人がいたら、おこの人洒落てるなと思っちゃいます。ボートペンケースはこのジャガードデニムの他にも倉敷帆布だったり岡山デニムを使用した計10種類が展開されています。あともう一回り大きいツートンタイプだったり、ユナイテッドビーズがあった当時の完全復刻バージョンもラインナップされています。このボートペンケースのデニムの雰囲気とマッチするようにファスナーの金具もくすんだ味のある表情となっています。引き手には本革が採用されています。結構細長くなっているのでつかみやすくて、でファスナーも滑らかに動いてくれるのでかなり開閉しやすいなと思いました。990円ということで、こういうところは雑なのかなと最初思っていたんですけれども、実際に見てみると細部まで非常に凝っているなと思いました。ただ一つ気になったのはデニムの生地がちょっと柔らかすぎるんじゃないかなっていうところですね。これは正直好みが分かれるかなと思います。例えばこちらのレンマという工房のペンケースはそのままの分厚さの革を使用しているので、かなりしっかりとした作りになっているんですよね。柔らかい生地でもよっぽど大丈夫だとは思うんですけれども、やっぱりペンをしっかりと守るためにはもう少し分厚くした方がいいんじゃないかなと思いました。デザインについて見てきたところで、続いては何本入るのかといった機能のご紹介をしていこうと思います。中を開けてみるとかなりシンプルな構造になっています。すごくコンパクトな筆箱ということで、最初は10本ぐらいしか入らないのかなと思っていたんですけれども、実際に入れてみるとかなりたくさんのペンが入ったので早速見ていこうと思います。クルトガだったりユニボールワンだったりサラサといった普通ぐらいのペンは14本入りました。かなり入りますね。でさらに自分が持っている太めなペンを入れてみると11本入りました。逆に細いペンだけ入れてみると20本入りましたね。思ってた以上に容量が大きくてびっくりしました。もちろん消しゴムとか定規とか新ケースを入れるとなると容量はもうちょっとちっちゃくなると思うんですけれども、普通に使うなら十分な容量かなと思います。ただこの筆箱の中に1本とか2本とか3本とかしか入れないとなるとかなり余裕ができてしまうので、中でジャラジャラ動いてしまうんですよね。なので常に10本ぐらいのペンは入れておく必要があるんじゃないかなと思いました。色ペンとかをたくさん入れる方だったり、
シャーペンが好きでたくさんのペンを入れておきたいという方におすすめできる筆箱かなと思います。デニムの生地は結構柔らかい素材となっているので非常に取り出しやすいですね。個人的にはもう少し分厚い方が嬉しいんですけれども、柔らかい素材なので取り出しやすさっていうのは強みかなと思います。はい、そんな感じで機能について見てきたんですけれども、最後にこの筆箱を使ってきて良かった点と気になった点が明確になったのでそちらを最後に見ていこうと思います。まず最初に良かった点、1つ目、デザインが本当におしゃれです。パッチワークのデニムって自分初めて見たのでこんなおしゃれな柄があるのかってびっくりしましたし、でも変に目立たないような見た目なので学校とか仕事場でも使いやすいデザインだなと思います。続いて2つ目、990円という良心的な価格です。これは自分の金銭感覚がおかしいっていうのもあるんですけれども、特に安っぽいと感じるところもなかったですし、しっかりと細部までこだわっていて990円には見えないような筆箱でした。続いて3つ目、コンパクトだけど大容量ですね。自分もこんなにたくさんペンが入るとは思ってなかったので、たくさんペンが必要な学生の方にはおすすめできるんじゃないかなと思いました。続いて4つ目、ファスナーが大きく開くからペンが取り出しやすいですね。奥の方に沈んでしまったペンも簡単に取り出すことができました。続いて5つ目、コンパクトサイズで持ち運びやすい。で最後に良かった点6つ目なんですけれども、ファスナーが滑らかに開くっていうところですね。使っていけば劣化とかあるかもしれないんですけれども、買った当初はすごく滑らかに開いてくれました。続いて気になった点を見ていこうと思います。まず1つ目、デニムが柔らかいから中のペンが少し不安ですね。例えば筆箱をカバンに入れたとして、その上に参考書とか教科書みたいな重たいものを載せるとなると中のペンをしっかりと守ってくれないんじゃないかなと思いますね。なので上に重たいものを載せなかったり大切に使ってあげる必要はあるかなと思います。続いて気になった点2つ目、このラダイトのロゴのプリントなんですけれども少しぼやけているなと思いました。個人的にはもう少しくっきりさせてほしかったなと思います。例えば立体感を持たせるっていうのもいいかもしれないですね。続いて気になった点3つ目、仕切りがないからペンが傷つくっていうところです。仕切りがないからその分大容量にできているっていうのはあるんですけれども、やっぱりシャカシャカ動いちゃうのでそこはデメリットとしてあるかなと思いました。特にペンの傷を気にしない方におすすめできるかなと思います。で最後気になったところ4つ目なんですけれども、入れる本数が少ないとぺっちゃんこになっちゃいますし、シャカシャカ動くっていうところですね。10本ぐらいは入れておく必要があるんじゃないかなと思いました。はい、そんな感じでレビューは以上となります。購入できる Amazon リンクは動画説明欄に貼っておきますね。今回の動画いかがだったでしょうか。もしよければ高評価もしくは低評価をしていただき動画の満足度を教えてください。でまだチャンネル登録していない方についてなんですけれども、皆さんを文房具という深い沼に引きずり落とすつもりで日々 YouTube で発信しているので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。